今日はメンズのアイブロウカットからベースアイブロウまでメイクしていきたいと思います。今日使っていくのはこちらのアイブロウコームとこちらのスクリューブラシも、こちら溶かすためのブラシになります。こちらがカットするコームとこちらが眉毛のカッターを使っていきたいと思います。じゃあまず眉毛を溶かして眉毛のイメージの形を決めていきます。眉カットに、まず大事なポイントとしてはこの下のラインを整えることなので、この下のラインを決めた余計な下の毛をまずカットしていきます。その時にこちらのカッターを使っていきます。たまに整えたりしながら確認していきます。そしたら次のポイントがこちらの上の方も整えていくんですけど、この時に気をつけていただきたいのが、左右のバランスを見て同じ高さに揃えてあげることなんですけど、結構ここが左右不対称な方が多いので、清潔感のある眉毛としてはやっぱり細すぎない方がいいので、あまり細すぎ、上を狭ませすぎないように気をつけてください。くらいですかね。あまり綺麗にしすぎず、ちょっと産毛を整えるぐらいに上はした方がいいと思います。あとは眉間の間を、間の感覚でだいぶ見え方の印象が変わってくるので、ここが近いとだいぶ男らしく強い印象になってしまうのと、でも逆にここをちょっと離してあげるとちょっと優しい印象になるので、それは見せたいイメージで決めていただいていいと思うんですけれども、今は結構間が空いてる方がトレンドではあります。次はこちらで眉毛の長さを整えていきます。長さ、毛の長さにもポイントがあるんですけれども、男性の方は
自分でカットすると結構短すぎてしまうパターンをよく見るんですけれども、それはあまり女子受けが良くないので、今のモデルさんくらいの自然な長さを残すことをおすすめします。終了です。この次はベースメイクをしていきたいと思います。ベースメイクで使っていくのはこちらのムルックのナチュラル BB クリーム2番、ベージュのちょっと濃いベージュの色です。つけるときはこういうようなスポンジを使うことをお勧めしています。理由は指でつけるとムラになってしまうことが多いんですけど、こちらのスポンジを使うとムラなく薄付けでナチュラル綺麗に仕上がるので、やりすぎないようなメイクをしたい方にはおすすめです。このくらいの量を取ります。まずはこの内側に3点つけていきます。でそれを外側に向かって伸ばしていきます。ちょっとポンポンと叩くイメージで、少しずつ足していくことをお勧めします。こういう小鼻の横はちょっとくすみやすいので、しっかり入れ込んで上げてください。男性は結構女性に比べて目の下のクマがはっきり分かりやすくある方が多いので、まずここはそんなに濃くつけすぎずに薄く、ちょっと読んでください、薄く押さえていきます。目尻の際もちょっとしっかり、やっちゃってください。目の上も軽く優しく叩きます。
おでこは結構皮脂が気になる方もいらっしゃると思うんですけど、毛穴が目立つ方が多いのでこちらもつけていきます。そして目の下のクマが気になる方にはこちらのちょっと赤めのコンシーラーを目の下につけていきます。じゃあ目の下にこの辺のクマがあると思うんですけれども、こちらに少し斜線のように置いていきます。ちょっと赤いのでびっくりされると思うんですけども、これをなじませていきます。さっき BB クリームを薄くしたのはこういうのを上から重ねるので薄くしました。ここになじませるとクマが消えて目元がすっきりはっきり見えるのでおすすめです。あっちもやってきます。整えるスクリューブラシとアイブロウペンシル、ちょっと斜めになってるもの、こちらの今回ムルクのアイブロウペンシル、こちらがグレーの色でこちらがブラウンの色味になっています。印象に合わせて色は選んでいただけるんですけれども、もともと黒髪の方はこちらのグレータイプのもので、少しカラーをしてたり地毛が明るい方はこちらのブラウンタイプを使うことをお勧めします。今回はこちらのブラウンの色で描いていきたいと思います。まずは眉毛を溶かして整えていきます。で、先ほど眉カットの時にも説明した通り、この眉毛の下のラインが太っていることによって清潔感につながるので、こちらをまず整えていきます。その時にはこのアイブロウペンシルで整えていきます。まずはちょっと上に上げて、この下のラインを薄く描いていきます。
まずは1線ちょっと薄めに引いたら、そこから上に向かって溶かしていきます。今度は毛がここは上に向かって生えているんですけど、こちらは下に向かって生えているので、下に向かって毛流れに沿うように生えていきます。そしてこのモデルさんはこのエリア薄い部分がところどころあって、そこをその後に少し足していきます。で、このブラシでぼかします。眉毛のバランス的に眉頭と眉尻はフェードインフェードアウトがおすすめで、少し薄めからスタートして、ここはちょっと濃くして、ここ薄めというのがポイントなので、そこをちょっとしっかり描きすぎるとナチュラルじゃなくてしっかり描いた印象になっちゃうので、そこだけ気をつけてください。はい、薬描いていきます。今回のポイントはやりすぎないアイブロウっていうことなので、あんまりまずは眉カットで短くしすぎないことと、その眉毛の形をキープしたまま足りないところを足していく、こう整えるのと、上をあまり描きすぎずナチュラルにぼかすことがポイントです。ぜひ試してみてください。